どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドゥーです。今回も7年後で待ってる実況していきたいと思います。で、前回なんですけど、もう結構日付が空いて自分も曖昧なんですけど、確かタケルだっけタケルくんか誰かにお前誰だみたいなこと言われて動揺して終わったみたいな感じだと思います。で、今家に帰ってきて疲れてるって感じですね。はぁ、あ、ねえよ。いや、タケルだったと思うんだよな。あれなんだっけ。お、次の日だって。うわ、もう3月31日じゃん。うわ、もう卒業？お、来た。いつもの BGM から始まって、なるほど、外に出ていくんですね。じゃあ一回外に出ましょう。今日こそ、院へ行かないと。あ、そうだ。あの怪しい病院。あそこに行ってなんかね、何かをもらわないといけなかった気がするんですよね。あれ、なんだっけな、あれ？こいつ、こんな子いた？水曜日か。なんだよ。鬱になってるじゃん。あ、ここかな？あ、いけるいける、入れる。なんだっけ、ここの先生の名前。待って待って、話を聞きたいが。あ、来た。あの、病気とかじゃないんですけど、先生に会えますか？ああ、この前の。ごめんな。今は診察時間だからさ。あ、なるほどね。先生には伝えておくから、診察時間が終わるまで待ってくれるかな？そうですよね。すいません。また来ます。え、嘘でしょ？全然会えないじゃん。そうか、診察がやってない時間の方が良かったのか。あ、まあまあまあね。え、じゃあどうするの？次。お、勝手に動いてます、これ。てんてんてん。そろそろ、あ、そう、リクだった。全然違ったわ。はる、そう、葵ちゃん、リク、あ、そ、なんかもう一人新しい人物出てきた気がする。あ、そう、あれだ。あ、そう、弟の名前があれだったんだ。かけるだった気がする。あれ、な、あれ、なに、なんて言ってた。あ、どうやらコンビニに行くみたいですね。ちょっとコンビニ行きます。なんだこのコンビニで。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日アメリカンドッグ大変お安くなっております。皆さんいかがなさいましょう。アメリカンドッグください。どう、あった。これだ。チャーハンかな。なんかチャーハン食おうぜみたいな話をしてた気がするんだよね。お、なんだ、差し入れか。よ、遅かったな。リク、これ。うわ、機嫌取りに来たぞ。なんだこれ。レシート？え、レシート？チャーハン食べてきた。なんだ、お前朝飯食ってきたのかよ。そんなに腹減ってたのか。リク、チャーハン美味しかった。お、おう、どうしたんだ。でもコンビニだし、普通のやつだったよ。怖い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 。壊れた、ハルトが。ついに、次は一緒に食べに行こう。案がかかってるやつ。ハルト、もしかしてそれ言うためだけにチャーハン食ってきたのか。おかしい。いや、おかしいだろ。ふふふ、はっはっはー。よかった、お気に召してくれたようで。いいよ、今度は一緒に食おう。約束したもんな。うん、なるほどね。約束をもう一回付け直すために。僕は昔のことを覚えてない。でも少しずつ思い出してるんだ、リクのことも。だから、わかったわかった、ハルト。お前はハルトだよ。昨日は変なこと言って悪かった。それでどんだけ俺の気持ちが傷ついたか、わかってんのか、リク。ところでさ、ハルト、実はお前に手伝ってほしいことがあるんだ。なんだろう。場所変えるか。うわ、え、なに、新ステージかな。なんか最近っていうか、ここまでずっとこの、なんていうの、病院行くまでの道しかないんですよね。昨日言ってただろ、7年前のこと。うん、事故があったって。そう、それからだ。7年前この病院にいた人たちがほとんどいなくなってる。そういえば確かに昔を知っていた人が全然見つからなかった。でもそれがどうしたのと。一応理由は分かってるんだ。7年前の事故後、この病院は地域の先進医療実施機関に指定されて生まれ変わった。へえ。そして優秀な人材を集めた結果、昔からの従業員はみんないなくなってしまったらしい。つまり今までの従業員は全員エリートではなかったってことか。なるほどね。かけるが、そう、かけるっていうのはリクの弟です。フロア担当の主治医だけは例外なんだ。ずっと買っていない。へえ、ハルト、どうしてだと思う。難しい病気だからとか。ああ、俺も最初はそう思ってた。でもな、半年前のある日、あそこに新人の研修医が来たんだ。アラヤ先生って言ってな、とても優しくて熱心な人だったよ。少し仲良くなったりしてさ。研修がきついとか朝礼が気持ち悪いとかよく愚痴ってたよ。あ、なるほどね。そんな風にして2ヶ月ほど経った頃だった。夜中、俺はたまたま聞いたんだ。アレア先生がカケルの主治医に詰め寄って声を荒げているの。え、なんかあるぞこれ。なぜ患者を見殺しにするんですか。あの部屋の資料を見せてください。どうして自分には隠すんです。アレア先生はそんなこと言っていたよ。そしてその次の日、アレア先生は飛ばされた。アレア先生は病院から消えた。なあハルト、カケルの主治医だけがこの病院に残っている理由、何かあると思わないか。確かに、その人が言っていたことは気になるし、次の日がいなくなったのも偶然とは思えない。でもそういうことは親とかもっと年上の人に言ってみた方がいいんじゃ。言ったよ。カケルを捨てた親にも大学の先生にも頼りになりそうな知り合いにはみんな言ってみた。
でも誰も何もしてくれなかったよ。まあそりゃそうか。まあこの病院を経営してる時津グループってかなりでかいらしいからな。そこら辺のファミレスに文句をつけるのとは違うんだろうけどさ。リク、疑うわけじゃないけどさ、荒谷先生が言ってた見殺しにするって別にカケルのことじゃなかったんじゃ。いや、確かにカケルの話だった。難しくて何言ってるか分からないところもあったけどな。カケルたち LMD 患者は見殺しにされてる、そういう内容だった。なるほどね。 LMD 患者ってなんだ。お、まだ続きがあるんだ。俺はその後なんとか荒谷先生を探し出して話を聞くことに成功したんだ。それなら、久しぶりに会った荒谷先生は俺に向かってこう言ったよ。君は一体誰だ。え、わ、チャプター4終わり。終わった。チャプター4、うつろな道エンド。え、チャプター4早いね。じゃちょっと今回チャプター5も行きたいと思います。さあ来ました、チャプター5です。こっから。最初は冗談かと思ったけどな。ごめん、君が誰かわからない、記憶がないんだ。だってよ、記憶が消されたの。え、どういうこと。研修が厳しすぎたせいでストレス性の記憶障害にやられたらしい。なるほどね。ここにいた頃の2ヶ月間すっぱり記憶にないんだって。うわー、なんかあるな。そんな偶然あると思うか。まあ、確かにな。それが偶然とは思えない。俺も思う。それに聞いてくれよ。俺がこの半年間調べてみたら他にもおかしなところがいくつかあったんだ。まずは、いやでもこのハルトも記憶がないっていうのがちょっと怪しいよね。はいはいはい、説明してくれたけれど、怪しいというだけで何か証拠があるわけではなかった。まあまあそんなもんだろうな最初は。てんてんてん。つまりリクはこう思ってるってこと？ LMD は本当は治る病気でカケルも元気になるって。ああ絶対ってわけじゃないが、その可能性はあると思ってる。 LMD は不治の病でも、それは嘘か。なるほどね。俺たちは洗脳されているかもしれないと。ハルト、7年前お前たちを一番近くで見ていた俺だからわかるんだ。この病院はおかしい、絶対におかしい。言葉にはできないけどさ、感じるんだよ、何かあるって。うわ、スピリチュアル的な能力持ってるか。何かか。ハルト、分かった、信じる、リクのことありがとう。それで確か手伝ってほしいことがあるって。あ、そうそうそう、そういう話でしたね。何を手伝えばいいの。そうだよ、ああそれはな、何、結構やばいことだったり。大丈夫、バレたら逮捕されるかもってくらいだから。お前それ犯罪と一緒だからな、結局。やっぱりやめた方から。ハルト、お前そこで来たかったら。マジで言ってる。いや焦ってる、ごめん。え、ハルト嘘だろなんてね。あはは、待ってます。はい、さすがハルト。俺のハルトは一味違うぜと。やっぱり違ったハルト。さあそろそろ真実にたどり着けていきたい。リクって行動力あるね。アレア先生を探し出したり、その前も大学の先生だっけ、そういう人に相談したりさ。アレア先生は名前は知ってたからな、時津グループの病院や施設に片っ端から電話したんだ。まあ確かに結構大変だったな。大学のはゼミの先生に相談しただけだけどな。なるほどね。あ、ゼミって知らないのか。まあ学校のクラスみたいなもん、まあそんなもんすね。っていうか年上は、今さら何言ってんだよ。え、あ、リクって年上なんだ。それはちょっと意外。いや見た目でわかるだろ。わかんねえよ2歳上なんて。ちょっと老け顔の高校生だなとは思ってたけど、バカバカお前だいぶ昔の感じに戻ってきたな。あ、ついに敬語使おうか。いいよ、気持ち悪い。ていうかなんで年齢も忘れてるのにチャーハンのことは覚えてんだよ。まあ確かに、あんかけチャーハンね。はぁ、まいいか。ハルト、これからやることがうまくいったら俺が覚えてるお前の話全部教えてやるよ。なんで教えてくれないの。ただきっとお前の両親がわざと黙ってることもあるだろうから。それは、なるほどね。やっぱなんかあるんだろうな。なんだよ。何かやる前にそういうの言うと失敗するんだよ。なるほど、フラグ建築してしまったと。頼むぜリク。あ、それでさ、その昨日言ってた女の子の話、葵の、あ、そう、死んだみたいな、亡くなったっていうのは本当だ。俺はその頃いなかったから詳しいことは知らないけどな。後でかけるに聞いてみるといい。でも寝てるからな。かけるね、葵ももしかしたら。うわ、なんか知ってるな。うわ、リクが完全にキーマンだ。なんだろう。ハルト、過去に戻ってやり直すことはできないけどさ、なんていうかその、ん？だからさ、つまりその、あれだ。LMD 患者を見殺しにして得をしている奴らがいるかもしれないんだ。懲らしめてやろうぜ。なるほどね。なんなんだろうね。約束の女の子。やっぱり葵だったのかな。まあでも、サムネにいるのが葵だからな。ハルト。え、あ、うん。よし、じゃあ行くぞ。うん。で、どこへ？何をするんだろうね。作戦聞いてないよね、そういえば。なんか犯罪になるかもしれないって。
この先に扉が、お、すごい BGM が不穏な感じ。この先に扉があるだろ。あれかな、あるね。え、アクション要素みたいなのついに始まるのかな。地下1階続く階段なんだけど、その地下にある部屋っていうのが、アラヤ先生の言ってた主治医が見せてくれないっていう秘密の書類が置いてある場所なんだ。なんか入ったことあるみたいな言い方だね。実際入ったことはあるんだ、7年前に。俺も、そしてお前もな、昔はあんな鍵なかった。なるほど、7年前全員入ってんだ。受付のお姉さんをなんとか外に連れ出してほしいんだ。なるほどね。受付所ナンパするってことか。あの扉開けるときバカでかいブザー音が鳴るんだよ。近くに人がいれば一発で死ぬがバレて止められる。なるほど、確かに。なんで開けられるの。暗証番号を盗撮でゲットか。お前天才か。お前ハッカーになれるぜ、それは。ふふん。それで俺が無事入れたら扉をそのまま開けておくから、ハルトも中に入ってくれ。扉は閉めるなよ。あ、任せて。それだとバレるんじゃん。同じ手は何でも使えないし、どの道侵入はいつかバレるさ。まあ確かにね。なら二人で入ってさっさと中を調査した方がいいだろう。なるほど、バレる前提なんだ。監視カメラ、扉の開閉ログ、カードキーのすり替え、他にもいろいろ。まあ間違いなくバレるだろう。ハルト、嫌になったか。こんなとこでめげる男じゃない、ハルト。リクはきっと一人でもやるんだろうな。そうだ、今はお前しかいない。普通ならこんなこと怖っとあるけど大丈夫。もしリクの勘違いなら病院の人に謝ろう。そう、それでいい、やるよ。でも高校生と大学生だからな、もうちょっとそういうやんちゃが許されない年頃ではある。え、スキップした広告を表示します。ここまでをオートセーブしました。え、なんで。オッケー、広告を飛ばしました。あ、もう動かせるわ。とりあえずこの主治医のお姉さんをナンパするってことでしょ。お姉さん、あんかけチャーハン食べに行きませんかって聞こう。来た、ご面会ですか。あれ、え、違う、すいません、あんかけチャーハン食べたいんですけど、ちょっとこの後一緒にどうですかみたいな。ダメだ、話を聞いてくれない。え、何すんの俺。ハルト、俺はどうすればいいんだ。じゃあ受付の誘導を頼む。あ、なんだ、ハルトに話しかけてからってことね。びっくりした。うわ、 BGM がさらになんかすごくなった。あ、受付嬢をナンパしてあんかけチャーハン食べに行ってやがる。うわー、やっぱりいい展開来てる。で、バカでかいブザー音が、はい、鳴りましたと。しかしこの病院には一っ子一人ねえぞと。俺の予想していいですか、これ。これうまくいったかな。確かに俺これ予想としては、これ相手じゃないですか。で、リクがもう記憶なくしてんじゃないかな、なんかそんな気する。ちょっと行きたい、俺も行きたい。行きたいけど行けない。来た、内側にあるスピーカーが壊されている。リクかな。なるほどね、音がバレないように。さあこっそり侵入して。あ、リクいる。君は誰だとか言うなよお前。リク、スピーカー。あ、よかった、まだ覚えてるわ。ああ、空いてる間ずっと鳴るシステムだったから仕方なく壊した。大丈夫、俺が勝手にやったことだ。お前は知らなかったって言え。うわ、かっけえ、リク。それより急いで LMD についての書類を探すんだ。わかった。ハルトはそこの棚を頼む。こっちだね。あ、なんか来た、いきなりびっくりマーク。はい。はい、探します。日報と書かれた書類がたくさんある。探しているものは見つからない。くそ、量が多すぎる。あ、また？またここなんですか？はい。あ、あれ？あ、来た。検査所見と書かれた書類がたくさんある。探しているものは見つからない。なるほど。ハルト、急ぐぞ。そうだ、バレちゃう、バレちゃう。操作むずいんだぞ、これ。ちょ、お、来た。あ、なんて、あ、違う、見つからなかったらしい。ダメだ。全部帯びてる時間はとんでもない。ハルト、こっちに来てくれ。行く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 。俺はこっちのカルテを探す。ハルトはそこにある手術記録を探してくれ。わかった。次はどこだ。ハルト、よし、ハルト。あれ、あれ、あー、なんだお前、そんな向き合ってる場合じゃねえだろ。え、どういうこと。ハルト、ハルト、来た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 。手術記録、あ、あったじゃん、手術記録。もし、かけるも関わってるなら最近のはずだ。日付の新しいものから探してくれ。わかった。患者伊藤、違う。高橋、これも違う。ダメだ、カルテが多すぎる。もうパクろうぜ。あんなか、違う。町田、違う。くそ、何かないのか。俺の IQ を回せ。竹内、違う。近藤、違う。なんだこの資料。ビックリマーク2つ。浅見、違う。4つ、あ、4つや。これは、え、空木春人。え、春人、俺の名前、僕の名前、え、 LMD 患者だったってこと。これは患者空木春人、手術日7年前の4月1日。なんて書いてあるんだ。やっぱりこれは僕の手術記録。診断、拡張型心筋症。なんだそれ。術式、同所性心臓移植、術式展開。え、
臓器移植したの？心臓病だった心臓提供者愛花ってあれじゃ、葵ちゃんだ。あ、皆さん聞こえますか？心臓の音が。葵、ハルト、大丈夫か？ハルト、わ、徐々に心臓の音がでかくなってる。やばいやばいやばい。おい、ハルト、見てくれ、病院はきっとこれを隠してんだ。西方、病院の違法行為および LMD に関する報告書っていう題名の資料なんだが、この被害患者リストの部分にかけるの名前があるんだ。ハルト、これは、え、リク、なんだ、停電？リク、大丈夫？あ、大丈夫。うわ、誰だ、あ、おい、やばい、ハルト逃げろ、何を、リク、あっ、ぶん殴られた。え、あ、光が一気に、パッ、気づいた時にはもう、くん、ハルトくん、一木、一木、一木、え、どういうこと、なんで、なんでここにいるの。大丈夫、あれ、これ皆さん覚えてます？パート1だよこれ。え、タイムリープしてる。うわ、一木先生どうして、本当に大丈夫？今日は何曜日か分かる？3月31日だったよね今日確か。先生の診察室、そうだ、リクは、それにハルト君落ち着いて、僕の言ってることは分かる。え、あ、はい、ちゃんと聞こえてます。今日は水曜ですよね。でもそんなことより、ちょっと待って、何言ってるんだい。え、今日は月曜日。え、あれ、2日戻ってる。え、どういうこと。夢だったってわけじゃないよね多分今までの。てん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 、え、もう一度。すごっ、鳥肌が止まりません。じゃちょっと今回はね、動画も長くなっちゃうんでここで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方もあってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。